はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回はですね、前回募集いたしました、つきものとか、悪霊が取り付いたとか、悪魔が取り付いたとか、狐が取り付いたとか、まあそういったようなものを体験、もしくは知り合いとかがね、体験している話を聞いたというような方のお話いただいております。はい、かなり来ておりますので、紹介していきたいと思います。はい、お願いします。じゃあまずは、オーソドックスなところから行きたいなと思います。うん、はい。岸本さん、林さん、奥さんはいつも楽しい拝見、配信ありがとうございます。ありがとうございます。三輪パンダと申します。はい。昨日の動画を見て思い出した祖母の友人が狐に疲れて大変だったエピソードがあるので送らせていただきました。狐付きだ。生前、祖母から聞いたので20年ちょっと前のことだったと思います。以前からよく我が家に出入りしているご友人だったので、ある時からあまり顔を見なくなりました。最近遊びに来ないね、と祖母に聞くと、最近連絡がつかない、と煮え切らない顔。そこからしばらくはそのご友人の話は出ず、私も忘れていたのですが、久しぶりにその方が家に遊びに来ました。以前と変わりなく、学校はどう?とかたわいのない話をしたり、祖母との会話を聞いていたのです、すっかり忘れていたのですが、あれ?連絡つかないって言ってなかったっけ?と思い、ご友人が帰ってから祖母に、あの人元気そうでよかったね、と言うと、ああ、あれはね、病気とかじゃなくて、狐がついていたみたいなの、とことの経緯を話してくれました。ある日、祖母とその友人ともう一人で出かけて歩いていたところ、道端に小さなお稲荷さんがあり、そのご友人が手を合わせてお願い事をした、ということがあったとのこと。祖母は以前、お稲荷さん関係で怖い思いをしたそうで、お願いしない方がいいよ、と言ったそうですが、ご友人は気にも留めていなかったようです。そして数日後、ご友人がお願い事がすんなり叶ったことを祖母に喜んで報告してきたのですが、その後しばらくして様子がおかしくなってきたとのこと。何度か連絡しても電話が通じなかったので、家に行くと、独り言をブツブツと言って、話しかけても会話が成り立たない。もしかしたらこの間のお稲荷さんが関係しているのでは?と思った祖母はそこからあの日いたもう一人の友人を呼び、以前から知り合いだったお寺に事情を説明して連れて行きお祓いをしてもらいました、うん、お祓いが始まると突然ご友人がうさぎ跳びをしながら奇声を上げ始め、怖いね、出て行かないように扉を押さえてとお坊さんに言われ、祖母ももう一人の友人も言われるままに、逃げ場がなくなったうさぎ跳びをしている友人、それには何かを唱えて話しかけるお坊さん、祖母はただ扉を押さえることしかなく呆然と見ていたと話していました。かなり長い時間、具体的な内容は覚えていませんが、しばらくやりとりが続き、ふっとご友人がその場に倒れてしまい、そこでお祓いが終わったようでした。お坊さんからは、多分こないだ言ったお稲荷様にお礼をしていないんじゃないか、今からでもいいからお礼参りに行ってきてと言われ、目を覚ましてすっかり何もなかったようになっていたご友人と、その足で道端の小さなお稲荷さんにお礼参りに行ったそうです。それから何事もなく我が家にもいらしていたので、一時的なことだったのかなと思っています。結局本当に狐に疲れたのかは分かりませんが、一番身近につきものを体感したエピソードでした。うん、祖母もなかなかファンキーな人で、いつもどこかに出歩いているのかもよくわからない人でしたが、お祓いができる方とも交流があったのは子供ながらにびっくりした記憶があります、ということでいただきました。はい、ありがとうございます。まあよくね、あの狐に疲れたっていう話は聞きますけれども、うん、まあ身内の方がね、実際にその体験している話でございますんで、うん、よくなんかさ、うん、あのまあ四つ足の動物じゃないですか、うん、だから疲れたらその四つ足になって飛び跳ねるっていうじゃん、うんうん、文字だとあれだけど想像すると相当怖いよね。うん、でぶさき飛びみたいな感じってことでしょ、うん、いや相当怖いわ。うん、で知ってる人がやるわけだからね、うん、そうそう、だって理性ある時のその人を知っていて取り憑かれてるのって
って見るとやっぱすごい怖いよ ね。その僕らってさ、やっぱ手見るときってさ、取り憑かれてるその人しか知らないじゃん。そうだね。だから、普段からこういう人ちゃうんとかって思っちゃうかもしれないけど、うん、その理性あるその時を知っていて、はいはい、で、取り憑かれてるその人を知るとさ、うん、相当その狐つきっていうか何かに疲れることが相当やばいっていうのがわかるから、怖かったと思うわ。ね、その人がこう、向かってきたりとかさ、して、逃げようとしてるとかを見てるわけでしょ、うん、そう。それだから俺らで言うと、植松さんがさ、そんなんなってたらさ、止めらんないよね。止めらんない。怖くて。怖いよ。でかいし。うん、でまだ、ね、その、女性とかならまだいいけどさ。まあまあね、植松さんのうさぎ問いはもう、兵器やからね。あんなのもう怖すぎる。そのレベルよね、うん、その、あんなごつやつが、人によってはきついなっていう話ですけども。はい。まあ広瀬すずちゃんとかやったら、ギュッと抱きしめたり。まあそうだね。ただすげえ力の場合もあるって聞くからね。うん、男並みの。すずちゃん、大丈夫だよって言う。できないと思うけど。まあまあ力あると思う。うん、はい、そうですか。はい、ありがとうございます。いやー、怖いわ、これ。まあじゃあちょっとね、これ長いんですけど、うん、すごい面白い話なので、面白い話、読みたいと思います。はい。きつねさんからいただきました。きつねさん、ありがとうございます。はい。岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。初めて投稿させていただきます。ありがとうございます。そんなに不思議な経験はない私の人生ですが、思い返せば高校生の頃にだけ不思議な経験をたくさんしていました、うん、大まかに言うと、高校で知り合った仲のいい友達の半数以上が霊感体質だったんです。10人中6人すご。霊感のある子と一緒に外を歩いていれば楽しく話している途中でいきなり、うわ見ちゃったと言いながら顔をしかめることは割とよくあることで、うん、特に雨の日には頻度が多かったです。一番恐ろしかったのは10人全員でカラオケに行った時のこと。受付を済ませ部屋に向かった時、私はみんなの後ろの方を歩いていたのですが、前の方を歩いていた子がカラオケの個室の扉を開くなり、電気をつける前の真っ暗な空間を見て一言、うわ最悪と、うん、霊感のあるメンバー全員が個室内の一箇所を一斉に見つめて沈黙があった後、何やらひそひそ話していました、うん、悪いものじゃないよね、うん、こっちからなんかしなければ大丈夫そう。霊感のあるメンバーがそう言ってるのが聞こえると、私は幽霊がいるのかと思ってその輪に入り、うん、怯えながら、ねえなんかいるの怖いんだけど、怖いと言うと、最悪なことに霊感のあるメンバーの中でもド S な子が、あそこに行って確かめてきていいんだよと、私を幽霊がいるであろう方向に押しやろうとしてきて、うん、半泣きになりました。すぐに周りがやめてやれと言ってくれたので大丈夫でしたが、結局広い部屋だったので幽霊がいるあたりの部屋の隅の席には座らないようにして、その部屋でカラオケもしっかり3時間やって楽しみはしたのですが、うん、終始怖かったです、うん、その出来事は正直幽霊が怖すぎるがために絶対信じないと思っていた当時の自分にとって、さすがに幽霊の存在を信じるしかないかなと思わせた出来事でした。みんなが一斉に同じ場所を見て顔をしかめたのが、なんだかものすごくリアルに感じられてしまったのです。そんな友人たちと過ごす高校生活の中で、ある日親友から取り憑かれやすい体質であると告白されました。うん、今まで急に機嫌悪くなったことがあると思うけど、あれが取り憑かれていた時なんだと。その親友はまさに天真爛漫という言葉が似合う底抜けに明るくて可愛らしい感じの子だったのですが、うん、時々それが別人のようになり、まっすぐだった背筋は曲がって猫背になり、目が座って目つきが悪くなり、声も低くなってこちらが何か話しかけても上の空ということが確かに何回かありました、うん、それが朝が多かったので、私は低血圧なのかなとか、機嫌が今日は悪いのかなくらいにしか思っていませんでした。大丈夫と聞いても、その時は軽く濁されていたので。そんな告白を受けてから少し経ったある日、私と親友を可愛がってくれていた先輩、かっここの人も霊感持ちでいつもお経を携帯しているが、今までは簡単に払えていたんだけど、ちょっと今回のはやばそうだから手伝ってと言ってきました。私は何のことかよくわからなかったのですが、聞けば今まで親友は取り憑かれたら先輩に払ってもらっていたとのこと、うん、私は訳がわからないうちに放課後空き教室へと連れて行かれ、先輩は黒板の前の教卓を端に寄せ、
教室の前にスペースを確保すると、うん、適当に前の方の席から椅子を持ってきて教卓のあったあたりに置き、子音をその上に座禅のポーズで座らせました、うん、女子高生が制服のまま座禅のポーズをするのはかなりシュールでした、うん、そして私は親友の横に立って、親友が倒れるかもしれないからその時に支えてあげるように言われました。先輩はいつも携帯していたお経を取り出し読み上げたのですが、うん、私の頭の中はわけわからん。っていうかそのお経本物というか使えたんだ。すごいな。などいろいろなことが浮かんできてパニック状態、うん。でも何かやばそうだから真剣にやらないと。とドキドキしながらお経を聞いていました。するとだんだん友達の体が前後に揺れ始め、目からは大粒の涙が、口からはうーと低いうなり声が聞こえます。私は訳がわからないまま、友達が倒れたら受け止めないと、とその場で小さく反復横跳び。先輩のお経を読む声はもともと女子にしてはだいぶ声が低いのもあり、私の恐怖心を煽りました。お経を読む声が次第に強くなっていくと、親友の口からはやだやめてとか細い声が、涙は次々と溢れています。先輩がやじゃない出ていけ、お前の体じゃない出ろと叫ぶと、親友は嫌だ嫌だとさらに泣きじゃくり、先輩はお経を読む声にドスを聞かせて親友の背中を2回ほど叩き、霊を追い詰めている感じでした、うん。さらにお経を読むと、親友の体はもういつ倒れてもおかしくないくらいにガッタンガッタンと椅子が音を立てるほど前後に揺れ、お経がピークになった時、ふっと力が抜けたように後ろに倒れ込みました。私は慌てて親友の頭を抱き止めると、親友は涙でぐしゃぐしゃの顔のまま気絶しているようでした。戸惑って先輩を見ると、先ほどまでの剣幕はどこへやら、カラッと笑顔になった先輩がもう大丈夫だよと気絶していたと思った親友はすぐゆっくり起き上がり、ぼーっと前を見つめているのをさらに呆然と私は見つめていました。先輩があまりにも普段通りになったので拍子抜けして、その後普通に家に帰りました。これが私のつきものに関係する思い出です。今思えばあの学校霊感がある人集まりすぎだろと笑ってしまいます、という感じでいただきました。すげえ話だな。なんかすごいリアルな、あの、ね、お祓いまでに至る経緯がすごいなんか目に浮かぶというかね。霊感持ってる人集まるんですね。ね、10人中6人友達が霊感持ちだらけ。学生時代っていうのもあって隠さずに話してて、でまあ悩み共有できるっていうので仲良くなったんかもしれないですね。かね、もしくはね、その、すぐ横に墓地の見える古い女子校だったらしいんで、ああまあまあ、なんかそういうのも関係してるかもしれないね。なんか目覚めちゃった人がいたのかもしれないし、これでもさ、6人中1人ぐらいさ、ないのに合わせてるやつがいそうな気はするよね。だからそいつからよく考えるとスタート切ったことないなみたいな。そうそうそう、で他は本物でもなんか1人紛れてるとかありそうな話だなと思って、いるよね。いる、いるの役のやつ。そうそう。いわゆる、いそういそう、ね、あの C とかね、女子 C みたいな。相づちだけ打つ役のやつね。まあまあちょっとね、面白い。いや、すごかった、はい。面白い話やった。ありがとうございます。じゃあね、ちょっとこれ変わってるかなって思ったやつ。はい。はい、有田さんかな、いただきました。はい、ありがとうございます。ションさん、林さん、はじめまして、いつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。つきものについて祖父から聞いた話があり投稿させていただきます、拙い文章で、申し訳ございませんが、お二人の目に留まってくれると嬉しいです。早速ですが、これは祖父が25歳の時、今から72年前の話になります。だいぶ前だな。なんかあんま聞いたことないよ。72年、この話は今から72年前の話ですって聞いたことないよ、ね、あんまり。30年ぐらいが相場な。そうそうそう、72年前の話ですって聞いたことない、そんな。うん、ってことは、97とかか、おじいさんが、すごいね、元気やわ。これは祖父が25歳の時、今から72年前の話になります、ある時祖父は高熱を出し、体や体に、発疹も出て、なかなか治らず、医者に診てもらっても原因不明、
40度近い熱が続き入院までしていました。しかし入院していても一向に治らず、俺は家で死ぬと無理やり退院したほどだったそうです。うん、今でも退院して家に帰るバスの中で自分の発疹を見て周りから人が逃げていく様を覚えているそうです。先に結果からお伝えすると、原因不明で医者もサジを投げた状態だった祖父が翌日には高熱も発疹もスーッと治ったそうです。うん、熊本にはマッポチさんという霊媒師なのか占い師なのか、そのような方が昔からおられたそうです。面白い。かっこマッポシとは熊本弁でその通りとかズバリぴったしとかそういう意味があります。あ、面白い。そのマッポシさんに祖父の母が相談をされたそうです、うん、そしてマッポシさんから言われたのが、あなたの家の北側にある井戸を調べなさい、そこに船がいるから、その船をきれいな水で洗い川へ返してやりなさいとのことでした。曽祖母も井戸に魚なんてと不思議に思いながら調べたら、そこそこ大きな船が一匹泳いでいたとのことでした、うん、驚きつつもその船を井戸から出し、言われた通り水で洗い川へ返したそうです。すると翌日には熱も下がり発疹も引いていたそうです。祖父が魚に疲れていた話でした。魚なので井戸水からの寄生虫なども考えられますが、一日で治ったことと井戸の魚を当てたマッポシさんの存在に、そもそもなぜ井戸に船がいるのかもわからない大変不思議な話だと思い投稿いたします。福岡で開催された、祝祭のジュブス展には友人を誘っていたら、あっという間にチケットが売り切れいけませんでした。熊本でイベントをぜひお願いします。ああ、いいですね。マッポシさんはちょっと興味あるな。ね、なんか、うん、方言なんでね、マッポシって言葉があって、まあ多分ズバリ当てるからでしょうね。ね、そのまま。だからまあ占い師なのか霊媒師なのかっていうね、うん、ちょっと分かんないけど。いや、すごい面白い話やし、魚がダメなんですね。っていうか魚に疲れるってことあるんだね、そのさ、なんていうのまあこれも勝手なイメージだけど、念がないじゃん。四足歩行までのイメージ。ああ、でもそんなイメージはある。なんとなくね。うん、そうね。狐とかタヌキとかさ、うん、なんか分かんないけど、あと猫とか、うん、犬とかまでぐらいならなんか、うん、ありそうって思えるけど、うん、魚に疲れた時人間ってどうなのかよくわかんないじゃん。だからそのキツネでいうとこのウサギ飛びならば、うんうん、魚はピチピチ跳ねんの。いや、だからそのでもさとかあれじゃない、鱗は出るとか。ああ、体に。ああ、ある。あ、でもあ、ヘビのイメージだよね。そう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 、それは普通に考えたらね。な感じは、まあ魚の妖怪とか言いますけど、魚自身に取り憑かれるっていう事態に ね、うん、取り憑かれるっていうのはすんごい面白い話やし、あんまり聞いたことないよね。だとしたらさ、うん、魚屋さんやばいんじゃん。どういうこと。あ、いっぱいさばいてるからさばいてる。まあ それを言ったらもうね、あれもそうだよね。全部そうだよね。牛もそうだし。全部そうですけど。なるけど、うん。でもそれは確かにちょっと不思議だよね、その。でもあんま知られてないけどさ、魚の慰霊碑とかあるもんね。うん、ああ、そう。魚の慰霊碑。いや、こまごまあるんですよね。うん。うん。そういうなんか港があるところで、魚の慰霊碑。魚食べさせてくれてありがとうございますって、魚の魂を供養するための儀式とかが、あ、そうそうそう、あったりするから、なんかそういうのもあるし、やっぱりその気にしてんのかね。まあ一応やらないよりはやった方がいい気はしなくはないけどね。でも最初に始めようっていう人がすごい好き。そうだね。魚のために。まあそういう経緯があってやったかもしれないしね。ああ、そういうことね。いろんな人が変になっちゃうから、これやっとこうっていう。それは面白い。やったかもしれないっていう。まあいろんな、ね、タイプの話ありますけど、あ、じゃあ最後一個短いのあるんで、はい、これで終わろうかな。はい、たけし中村さんからいただきました。たけし中村、え、これはデザイナーの方。いやいや、たけし中村、全部ひらがななんで。あ、ですか。じゃあ違う、違うと思います、はい、ひらがなだと違う、自分には3つ上の腹違いの兄がいます、うん、その兄が奈良少年院に入っていた時の話です、うん、真面目っぽく普通な自分とは違い、26年前の兄は地元では有名な悪いやつでした。強盗や傷害などを繰り返し、奈良少年院に入って半年ぐらいしたところ、うん、急にぴょんぴょんと飛び跳ね、看守に取り押さえられたそうです。
その後も規制を上げたり暴れるなどしていたため、手足を縛られ特別独居房に 2,3 日入れられていたそうです、うん、この兄を救ってくれたのは山伏の方です、うん、どのような経緯で山伏の方を呼ばれたのかは分かりませんが、暴れていた兄を鎮めてくれたそうです、うん、これに感銘を受けた兄は出所後山伏の方に弟子入りしました、自分はその後会っていないので詳しくは知らないですが、未だ山伏の修行はしているそうです、ということでいただきました。もうお兄ちゃんと会ってないんだ、出所後、ね、そうそう会ってないみたいですけど、山こもってるから山伏で修行してるから、へえ。だからその付き物をがきっかけで払う側になったっていう話だよね。だから、まあ、警察官に助けられて警察官目指すみたいな、うんうん、そんなもんやろうけど、そう、山伏修行してるとこ見たことある？いやー、なんかあの画像みたいな写真では見たことあるけどね。たまたまさ、うん、あの山登ってる時に、うん、見たんすけど、うん、普通に山登ってるだけやなと思ったら、うん、お経唱えながら登ってたんですよ、僕、見たやつだと。で、低い声で。こういうやつ、もちろん。そうそうそう。尺状みたいな。あれ、辛いぜ。あの、ずっと喋りながら歩いてるようなもんでさ、うん、低い声で、と経唱えながら歩いてて、うん、僕が見たやつはね、相当きついと思う、あれ。なんかね、まあ、それだけじゃなく、その、修行っぽい修行もあるっていうしね。うん。いや、すごいよね。だから、それやるんだ。だからそういうきっかけにもなるんだなともちょっと思ったんですよね。ああ、そうね。でもそれで足洗ってるわけだからね、悪いことからね。うん、そうそうそう。なんか再犯することもなく、山伏になって。そういう意味ではなんか、うん、その取り憑かれたこと自体に意味があったみたいになりそうな話ではありますよね。ああ、そうね。うん、いや、面白い話。奈良とかだから結構多いのかもね。あ、そういうことね。多いってことよね。そのね、うん、神社仏閣が多いから、そうだし、うん、その、だって山伏が、うん、そもそもその、何、少年院にあんまり来るタイミングがまずないじゃん、普通に考えて。専属なんかな、もう、飛びつかれたらみたいな。そうそう、多いから、山伏の人が来るっていうのがあったんじゃないかな、過去にも。なら確かに霊山がありますからね、霊山でその、うん、修行するっていう話もあるし。ね。うん、そうだとしたら、ちょっと、面白いな。いや、いいですね。なんで山伏だけ来るんだろうとかって思ってたら、お坊さんとかでもなくね、うん、山伏を呼ぶという。そこはちょっと気になる、ね。面白い。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、もう結構大量にいただいておりますので、うんね、ちょっとシリーズでですね、しばらくやろうかなと思ってますので、はい、まだまだ付き物に関するものとかね、なんか画像とか動画とかある方は、あのメールの方とかにも送っていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。